割と質問箱からこんな質問が来ました。何でも相談室に興味があります。ただ否定的なこと。私のレベルじゃ無理など言われないか心配です。っていう。えー、質問っていうか、心配っていうか、これ、なんていうか、懸念っていうのかなだと思うんですけれども、まずね、こういう心配をさせてしまって申し訳ないですね。 あのー、そういうふうになんか否定的なことを言われるんじゃないかっていうある種の恐れみたいなのがあると思うんですけれども、まあそれをまあ僕であったりとか僕たちが与えてしまったんだとしたらそれ本当に申し訳ないですね。あの在学生だと思いますので、まあ例えば僕がこの人に何か授業を持ったことはあるかもわかりませんけれども、もしも僕の言動の中にそういう発言があったとしたらそれは申し訳ないし、 あのまあ、大学に入る前の中学校高校の学校の先生とかに、まあ、お前のレベルじゃ無理だみたいなこと言われたことあったんだとしたらそれは僕はその先生のことを知,知らないと思うけれども、まあ、同じ教育業界の人間として申し訳ないと思いますねそういう教員がいるとは思います正直まだいると思いますけれどもそうあっちゃいけないと思いますね、まあ、だから僕自身はあのお前のレベルじゃ無理だ君なんか無理だみたいなことは基本言わないです 言うとしたら例えば、例えば極論、えっと、フランス語の単語一つも知らない人が、明日た、普の1級に行かたいですって言われたら、それは無理やろっていう風に、それはさすがにフォローしないと思う。さすがに、それはさすがに無理やでって言うと思うけれども。でも、例えば、今、普通の5級しか持ってない人が、1年後に普通研1級取りたいって言われたら、それはね、できますよ。はっきりでできますよあの。相当な努力は必要ですけれども、それはできますよ。あ,のある あの計画性であったりとか、ある種の、まあ、あの、時間がかかることなので、その代わり、そのフランス語の勉強に集中していただかないといけないので、その代わり、もしかしたら、例えば部活サークルなどの時間を減ら,を減らさないといけないとかね、バイトの時間を減らさないといけないからね、そういう何らかの、その、まあ、言い方悪いけど、犠牲みたいなのが生まれるかもしれないけれども、それでもね、受かりますよ、やれば。あの、語学ってね、筋トレと同じで、 ある程度、あのー、努力が報われるというか、努力したことが着実に、こう、実になるんですね。実を結ぶんですよね。だから、その、否定的なことを言われないかって言われて、あの、僕は、あのー、言ってないっていう、あのまあ、ま、99.9%言ってきてないっていうふうに思ってますけれども。 まあ、とにかくあの、何でも相談に来てもらったときに、まず僕がやることはその人の、まあ、レベルを評価します。評価するっていう言い方をあえてしましたけれども、それはその人にあった、何て言うのかな、質問の答え方ってあるんですよね。教え方っていうのがね。があると思うので、まあ、それを別にあの、そのレベルだからどうこうってことはないです。あのやっぱりやる気がある人は、 あの伸びますよ。必ず伸びますよ。こうやって、常にこうやって質問してきてる段階で、この不安を打ち明けてきてる段階で、前向きだと思うんでね、こう前のめりっていうのが、気味だと思うんでいいと思いますね。で、そのレベルっていうことで言うと、今まで受けてきた何でも相談で、えー、中には、例えば、フランス語のアルファベットが一文字も読めない人もいたし、えっ、ー、と、男性名詞と女性名詞で何ですかっていうような人もいるし、否定文が作れませんっていう人もいるし、ま、ほんにいろんなのがありますよ。だから、 とりあえず、あの、これで解雇の相談者というか、質問者というか、心配してる人のあれに答えるかわからないけど、とりあえずちょっと一回やってみて、あのー、 その時には、まあ、対面の場合には僕こういう手ぬぐい被ってませんけど、この手ぬぐいっていうのはこの質問箱に対する、質問箱から引いた質問に対する答えの時だけ手ぬぐいを被るっていう、な,なんだかわかんないルールを作ったら被ってますけども、学校にいる時は基本まず T シャツ1枚じゃないだろうし、まあ、なんかワイシャツ的なもの着てると思いますけれどもね。はい。で、だかなでそのんでも相談に着てみて、で、これあの、授業でも何でもないので、例えばあの、気分悪いなと思ったら帰ればいいと思います。帰っちゃっていいです。 帰るとかあるいは、えっ、ー、と、まああの、対面じゃなくて、ズームだったらズームきれいと思うしね。で、これは全くあの、その成績には関係ないことなので、ここでどういう相談が、や相談とかやりとりがあろうと、それによってあなたが履修している科目の成績が変わることは一切ないので。はい。そうですね。ま、はい。とにかく、この人のレベルじゃ無理っていうことは言わないです。その人のレベルに合わせたことをやるから、ですね。 なので、まあ、とりあえず、まあ、相談しに来てみてください。で、まあ、そんな中で、なんか必要があればね、その参考書であったり、問題集であったり、何か、えー、なんていうのかな、渡すとか、渡すとか、コピーをあげるとか、できると思うし、まあ、ちょっと、何人かには、これあげちゃいましょうか。とか言ってみたりして、うん、なんか物を作るいかがなものかと思うけれども。 まあ欲しいんだったら別にあげてもいいですわ。まあ、とにかく一回あの申し込んでみてください。ドアーズから申し込みができますのでね。で、申し込んだ時に、申し込みの時に、ね、メールアドレス書く欄があるんですよ。でメールアドレスを書く欄に対して、こちらから確認の連絡を基本しますので、その連絡が来るまで必ずメールのチェックをしてみてください。でね、ちょっとぜひやってみて、やってきてみてください。うん。待ってますよ。ほんじゃね。